次は組み立て方の説明をしていきます。まず5枚用意してください。そしたら、今床に、机に置いて説明します。はい、まず、このように折ってください。そしたら、こういう渦巻き型というか、そんな感じに最初は折ってください。ここで、注意点があります。ここ12個玉の時は4つでしたが5つにしてください。気をつけてください。はい、次に、ここの部分まだ2個しかパーツがついていないので、ここを三角のようにしていきます。はい、ちょっとすいません。このようにこれをあと4つ全部で5つ作ってください。はい、このように折ります。はい、そしたらここちょっと難しいです、今見ててください。こうして2個、ここ1個でこうやって無理やりやらないようにしてください。はい、でここ入れて、でつなげます。はい、こんな感じです。これをあと4箇所作っていきます。のりがあった方がいいですね。
と裏返します。はい、すいません、やっぱりそのままここが中心ですね。ちょっと見づらくなってしまってすいません。これが組み終えた時の形です。前の部分は完成しています。はい、じゃあ裏返してください。裏返したら、ここの今ペラペラになっている部分、今ペラペラになっている部分に、ここのまだ2つしかついてないパーツのところに、1つパーツを組み立てて、三角形のようにしていきます。はい、このようになっていると思います。それではもうラストスパートです。はい、このように組み立てていきます。まだ組み立てられていなくても、このようにもう跡というかもう原型が作られているので分かりやすいと思います。ここまでが難しいので、ぜひ挑戦してみてください。これで最後です。これで30枚組のくす玉が完成しました。結構でかいです。12個玉と比べてみます。こんな感じです。結構違いますね。この手がめっちゃ違いますね。はい、今回も見てくれてありがとうございました。次の動画で会いましょう。さよなら。